はい、皆さんこんばんは、せめきです。今日もね、晩酌の準備が整いましたんで、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、またあの豚タンの串焼きね、作りました。本当はね、手っ取り早くね、焼き鳥買ってこようかなと思ったんですけども、焼き鳥もちょっと割高かなと思ってね、自分でこうね、焼けば安くできるんでね、焼きました。それとまた久しぶりにね、カツオのたたきの切り落としのね、お安いのがあったんで、それを買ってきてね、今日はこれで晩酌していきたいと思います。本当はね、ローソンさん今日寄って、ローソンさんであの冷凍のね、もつ鍋買って、それもやろうかなと思ったんですけども、ちょっと食べ過ぎかなっていうことでね、それはまたね、そのうちまたお楽しみということでね、もつ鍋は今日はね、この、豚タンのね、串焼きと、カツオのたたきの切り落とし、こちらでね、晩酌やっていきたいと思います。では飲み物は、まあいつものね、なんだ、なんかついてるな、いつもの朝日さんのね、ドライゼロ、これでね、またシュワシュワ作っていきたいと思います。よいしょ、軽くね注いで、で焼酎は生協じゃなくてセブンイレブンさんでね、焼酎ですね。いつもあの前ね、生協さんの焼酎ね、よく買ってたんで、ちょっとね、間違えちゃいましたね。よいしょ、セブンイレブンさんの焼酎を入れてでね、軽くかき混ぜて、ね、今日のシュワシュワはこういう感じですね。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。あ、うん、おいしい。なんかもう麦茶みたいにゴクゴク飲めますよね。よいしょ、焼酎入れて、おかわりに作ってね。よいしょ、軽くかき混ぜて、じゃあ一回ね、置いときたいと思います。ではまずはね、豚タンの串焼き、これはこちらですね。これで1パックで、309円、税込みでも334円ですね。これ全部でね、もう全部串に刺して焼いちゃいましたね。もうさっき焼いたとこなんでね、このジューシーなね、感じどうでしょう。あ、味付けはね、クロセのスパイス使ってます。あれね、マキシマムのスパイスね、買おうと思ってね、すぐ忘れちゃうんですよね。それもね、忘れないようにね、今度メモに書いてね、買い物行くとき。ね、もうね、年なんでね、全部ね、買い物メモしてね、行かないとすぐ忘れちゃうんですよ。ね、年取るとね、そうなっちゃうんですよ。では、豚タンのね、串焼き。こうですよ。では、いただきます。これはほんとな、買うより作った方が断然いいですよ。うん、安くてボリュームあってね、もう美味しい。いや、これはもうね、多分これからね、しょっちゅうね、うちの動画で出てくると思います。すっごい美味しい。
ではじゃあお次は野菜サラダね、いつもの野菜サラダをちょっとここで挟みたいと思います。リケン酸の癖になるうま塩のドレッシング、これで終わりだ。で、エバラさんのね、おろしのタレ、これも少しかけて、これ豚タンにおろしのタレかけたら美味しいかな、どうだろう。ではちょっとね、まずはサラダでね、いただきたいと思います。よいしょ、トマトからいただきます。でサラダいただきます。外にね、近所の人がいろいろなんかやってるみたいなんで、今ちょっとね、小声で、雨降ってきましたね。なんかすごいね、さっきからスマホの方にね、大雨来ますって入ってたんで、雨降り出してきちゃうし、明日は雨かな。じゃあまたね、おかわり作って。よいしょ。またね、ちょっと置いときたいと思います。ではお次はね、カツオのたたきのね、切り落とし、これですね。今日のはね、130円ですね。で税込みで141円、これ全部で140円ですね。このぐらい安くないとね、カツオのたたきの切り落としはね。いやー、これでも 133g 入ってるみたいです ね。1人食べるにはね、十分な量入ってるんでね。このくらいお安いと嬉しいんですよ。こんな、これだと大きいの、ほら、わかるかな、結構大きいんですよ、これ切り落としも。ほら、ではだし醤油ですね。だし醤油に、このニンニクと生姜のすりおろしね。で、薬味のネギ。薬味のネギね。映ってなかったかな。もうちょっとしっかり、だし醤油しっかりつけて。よいしょ。ね、薬味のニンニクと生姜のすりおろしをたっぷりねつけて、これでいただきたいと思います。おっきいな、ほら、こんなんですからね。じゃあいただきます。味っこやっぱ美味しい。で、また芋焼酎のね、黒霧島の EX ね。カツオのたたきには芋焼酎がやっぱりよく合うと思うんで、最近こればっかりですけどもね、芋焼酎、ね、黒霧島の EX、そのたたきに合わせていただきます。あー、芋の香りがいい。ちょっと塩っぽい感じもあってね。で、
芋の香りがふわっと香って、ではじゃあまたねスイカ残りの昨日食べたやつのね残りのスイカまた持ってきました。これもね 20% オフとかでね安く買ったやつなんで、1パックで200〜230円くらいだったかな。半分ずつにしてね昨日と今日に分けて食べたんで、まあこれで100円ちょっとぐらいですね。熊本県産のスイカいただきます。たらハイニッカね、ウイスキーよいしょ、これをロックでいきたいと思います。まあねウイスキー向きのつまみがねいつもあんまないんで、あまりねスイカにウイスキー合わせる人はいないと思うんですけど、まあまあしょうがないんでこれでいただきたいと思います。も美味しい。日本人の方だったらやっぱり馴染みやすいというか飲みやすいというか感じのウイスキーなんじゃないかと思いますけどもね、ハイニッカ。それほどその癖が強くないんで、でお安いですしね、すごくね飲みやすくてね、安くて美味しいウイスキーだと思いますよ。ではちょっとねわさびね、わさびつけて食べたいなと思って、この豚タンね、わさびをちょっとこうつけて、どうかなピント、クロセのスパイスかけてね、焼いてクロセのスパイスかけただけなんですけども、ちょっとわさびをねつけて食べたらうまいんじゃないかと思って、ちょっとこれ一口いただいてね、うまっ。わさびもよく合う。でね、ちょっとおろしのタレもね試してみたいと思います。おろしのタレをちょっとかけて、これはどうかな、あ垂れそう、大丈夫かな、ね、おろしのタレをのっけたやつにちょっとね一口いただいてみたいと思います。これはこれでさっぱりして美味しい。美味しい。いやこれはしばしばでな。たたきの切り落としももう一個いこうかな、これも大きいな。映ってるかなちゃんと、映ってたかな今。これも大きいですよ、端っこ、端っこのところねある程度ね大きめに切り落とさないとね、お刺身作るときにちょっとお刺身の形がね悪くなっちゃうのかなと思うんで、もったいないですからねこんな大きいねあの切り落としね、これ
れ廃棄とかねしたらでもったいないですよね。もう安くね出してくれればね全然食べるんでね。これで普通のカツオのねたたきのお刺身にねこう切ったやつと同じぐらいの単価だったらちょっと高いなと思うんですけども、ちょっとカツオのたたきの切り落としよりね若干こうねお安くしていただければね、もう断然買って食べるんで、私端っこ好きなんで。こうですね、大きいやつまたいただきます。ボリュームあっておいしい。ザクロ霧島ね、よいしょ。ではあとはね動画かアニメかなんか見ながらねまたゆっくり続き飲んでいきたいと思います。今スーパーカブまだ見てないんだよねスーパー何気に11話かな、11話まだ見てないんでそれ見ようかな。うん、あとはあ聖女の魔力は万能ですでしたっけ、あれもまだ見てないんだよな。まああの辺見ながらね晩酌続きやっていこうかなと思います。ではね今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画編集してね頑張って編集してアップしたいと思いますのでねよろしくお願いします。うん、おいしい。カツオのたたきには断然芋焼酎かな。焼酎もいろんな材料をねで作った焼酎ありますよね。青森あたりだとね長芋で作った焼酎とかもありますからね、買って飲んだことあったかどうかちょっと、長芋の焼酎とかありますからね。青森県って長芋のね生産量日本1、2ぐらいのねあれなんで、ね、長芋の焼酎なんていうのもありますし、他にもまあね変わったわさびの焼酎とかそういうのもね前に一回買って飲んだことありますし、なんかね面白そうなね焼酎で、まあお高いのは無理ですけどもね安くて手頃で面白そうなのあったらそういうのもね買ってご紹介したいななんて思いますけども。あ、またね話長くなるとね動画の尺も長くなるんでね、今日はねこの辺で締めさせていただいてね、動画の方はね今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。